坂口となっています。最終スタイルは3対3と分かれまして、内から1番、2番、3番、4番、6番、5番の体型です。今スタートしました。好スタートを決めたのは6コース5号艇の坂口ですが、内側から突っ張って6号艇、その内側からは3号艇が先に攻めるか、和歌山6号艇2段でまくる差し場を狙って5号艇の坂口ですが、一歩届かないか。3号艇6号艇インコースは3号艇和歌山、アウトコース6号艇延べ、その間を通っては5号艇の坂口、4番手以降2号艇1号艇4号艇の追走、スタート正常でした。2マークを先取りは3号艇の和歌山美穂、そして6号艇外前で行っては延べ香織、その内をついた2号艇5号艇ホームステッチへ帰っていますが、先頭は3号艇の和歌山、2番手追走が6号艇延べ、3番手から2号艇上り、得点率は 5.83 と、あとはボーダー次第か。後方3艇は4号艇1号艇5号艇の追走、先頭3番の和歌山5輪、2着6番延べ5輪、3着2番上り5輪。第2レース予選競争は内から1番2番3番4番5番6番の体型です。スタートまで残り3秒2秒1秒、スタートしました。あまり去らないスタート、6選手がきれいに揃いました。1番手殺到していきます。インコース1号艇松尾ですが、2コースまくるのが2号艇の藤井、3号艇が2段で攻める引導千秋、内差し込んで6号艇4号艇バックステッチ、先頭は2号艇の藤井雅子、2番手追走6号艇がサッカー、その内をついては4号艇東堂、外からは3号艇インド、なおスタートは正常でした。2マークを好きに行くのは2号艇の藤井、2番手の水は4号艇東堂、内から接近する6号艇切り込んでサッカーさえり、その内を救ったのが1号艇の松尾、ホームステッチへ帰りますが、1号艇6号艇4号艇から3艇の2番手の水、内から迫る1号艇の松尾とをかわす6号艇の坂が一旦止めて差し込んでいった、その2艇の内をついたのが4号艇の東堂理香、バックステッチへ入りまして2番手はわずかに1号艇の松岡、予選突破となりそうです。2号艇の藤井雅子、2番手追走は1号艇しぶといレースを展開しまして松尾、3番手の水4号艇の内を狂った、今度は6号艇の坂、4号艇の内に並んだか6号艇、先頭2番藤井五輪、2着1番松尾五輪、3着わずかに6番か坂五輪、4番東堂五輪、3番5番。第3レース予選競争、内から1番2番3番4番5番6番の体型です。スタートまで残り3秒2秒1秒、スタートしました。好スタートを決めていったのは1コース2コース4コース1号艇2号艇4号艇1マークインコース1号艇松村が先前、そして2号艇鎌倉が指してくる、2艇の間を割ろうと4号艇の先頭は2コースを刺した2号艇の鎌倉が一定身リード、外から4号艇ミラクチ、3番手には1号艇松村、4番手以降6号艇5号艇3号艇の追走、なおスタートは正常でした。2マーク先頭で回る2号艇鎌倉、2番手の水内接近は1号艇の松村、外を回りましては4号艇ミラクチ、ホームステッチへ帰りまして2マーク内を回った1号艇の松村雅子、内接近1号艇の松村ですが振り切りました。2号艇鎌倉、4号艇が救ってきました。ミラクチユキ、3番手に交代1号艇の松村でホームステッチへ戻りました。先頭2号艇の鎌倉亮、2番手追走4号艇の水口幸、3番手に5号艇の橋田香織、上位体系は2-4-5、先頭2番の鎌倉五輪、2着4番水口五輪、3着5番の橋田五輪、1番松村五輪。最終スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇と分かれました。第4レース予選競争、内から1番2番3番4番5番6番の体型です。今スタートしました。好スタートを決めたのは2コース3コース4コース2号艇3号艇4号艇1マークインコースから踏ん張れるか、1号艇の鵜飼、2号艇が刺してくる渡辺千草、まくってきたのは3号艇の角仁美、パワー自慢2人の一騎打ちか。インコース2号艇の渡辺千草、アウトコースからは3号艇の角仁美、3番手の水は4号艇の平田、一歩優勢か。なおスタートは正常でした。内をググッときたのは2号艇の渡辺千草、3号艇の角仁美が差し込んでくるホームステッチへ帰りますが、一気に突き放したのは2号艇のハイパワー渡辺千草、2番手追走は3号艇の角仁美、3番手に4号艇の平田沙耶香、上位体系2番3番4番234で間もなくゴールインです。先頭2番の渡辺ゴールイン、2着3番隅五輪、3着4番平田五輪、5番香川。
スローが3艇、ダッシュ3艇です。第5レース予選競争、内から1番、2番、3番、4番、6番、5番の台形です。スタートしました。コーススタートを切っていったのは2コース3コース2号艇3号艇意地のコーススタート。2号艇の永井雅美が一気にまくろうとする。3号艇これを見まして今井由里がその懐をズバッと切り込んでいく。バックスイッチへ入りまして、先頭は3号艇の岩井、2番手追走は2号艇の永井、3番から水は6号艇若山が一歩優勢も、内からは4号艇原、さらには1号艇松本。スタートは前艇正常でした。2マークは先頭でクリアは3号艇の岩井、2番手追走走を行ったのが2号艇の永井、内を運んでは6号艇若山で、上位体系は3番2番6番326の体系。先頭独走に持ち込んだのは3号艇の今井由里が絶好調キープ、これで4連勝。2番手追走が2号艇の永井、3番手には1号艇の松本明、内からもう一度6号艇が来る。先頭3番の今井五輪、2着2番永井五輪、3着争いは6番1番接戦での五輪。川が4角線、5号艇新田は5コースの1、6コースが6号艇倉田。最終体系は3対3、内から1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。コーススタートを切ったのは3コースから2号艇の岡野勝負がけ。2号艇の岡野が1番をどう仕掛けるか。1号艇の長田が先頭を取る。3号艇の三浦がその懐をズバッと切り込んだ。その内をついて4号艇外から幕設置、先頭は2コースからスパッと切り込んで3号艇三浦、2番手追走が4号艇の山川、3番手争いは5号艇2号艇。なおスタートは前提正常でした。2マークを先頭で回るのは3号艇の三浦恵里、4号艇の山川が内を狙ってきますが、その内側から合わせて1号艇の大沢田、その内を飛び込んでは5号艇の新田。ホーム設置へ帰りまして、先頭独走体制は3号艇の三浦恵里、2番手追走4号艇の山川、3番手は6号艇倉田が先取りも、内を飛び込んで5号艇の新田氏、ホーム設置6号艇5号艇内外分かれます。先頭3番三浦五輪、2着4番山川五輪、3着はどうか6番5番接戦での五輪、1番2番五輪です。競争スタート10秒前、内から3番6番1番2番4番5番の体系です。スタートまで3秒2秒1秒スタートしました。高ダッシュを決めたのは4コース5コースから2号艇4号艇1番5一気にまくろうと、2号艇の横西がここは角まくりか、4号艇が外を続きまして岸井恵子、バックセッチへ入っています。2番手追走は4号艇の岸井、3番手には5号艇が続いてチャターに、4番手以降3号艇6号艇1号艇が続きます。なおスタートは正常でした。2マークを好きに回るのは2号艇の横西かなえ、その内を狙いましては4号艇の岸井ですが、少し流れまして上位体系2番4番24体系、ようやく勢いづいてまいりました。先頭は2号艇の横西かなえ、今日は10レースに再度登場。2番手追走4号艇の岸井、3番手に5号艇の茶谷です。先頭2番の横西五輪、2着4番の岸井五輪、3着5番の茶谷五輪、3着条件でしょうか。最終体系は2対1対3と分かれまして、内から1番4番2番3番5番6番の体系です。スタートしました。トップスタートを決めたのは3コース2号艇人気の中心の運のゆかり、1番この攻防、内の2艇を一気に叩いて2号艇の運のがまくって出る。その内を狙いましては3号艇の垣内清美、その後方からは センターから一気にまくりました運のゆかりです。2番手内をついたのが5号艇の片岡、外からは3号艇垣内、その内からは1号艇の渡辺。なおスタートは前提正常でした。2マークを先取りは2号艇運の、2番手争い1号艇接近する、外かわそうと5号艇刺したのは3号艇ふわっとしながらも、3番手は3号艇が垣内、上位体系は2番5番3番2号さん。最終マークの旋回からホーム設置へ帰って、先頭は2号艇運の、2番手追走は5号艇の片岡勝負系成功か、3番手に3号艇垣内で間もなくゴールインです。先頭2番の運の五輪、2着5番の片岡五輪、3着3番垣内五輪あります。一方インコースは1号艇の小杉静江、内から1番2番3番4番5番6番の台形です。スタートしました。コーススタートを切っていったのは3コースから3号艇の永井です。1番この攻防、スタート一気に3号艇の永井がまくって出る。2号艇4号艇外を続きまして切り込もうと5号艇でありますが、バックセッチは
2番手追走が2号艇の池田、その内からは5号艇、後方6号艇、1号艇で少々遅れました。4号艇の倉田が最後方です。なおスタートは正常でした。2番後トップ旋回は3号艇の永井雅美、2番手追走は5号艇、2号艇差し込んだらが2号艇の池田、その後から5号艇が続きまして高橋で2周2マークのターンからホーム設置です。先頭は3号艇の永井雅美、2番手2号艇ちょっとこれは膨らんでいる、内を運んで5号艇の高橋がここで並びかけてまくり切った3号艇の永井雅美、そして2番手らしいですが5号艇優勢入り高橋渥美、3番手に2号艇の池田明美、ラストマーク2号艇の池田が内側からもう一度接近するが、これを見てシュッと内のところを切り込んだら5号艇の高橋、上位体系は3番5番2番でまもなくゴールインです。先頭3番の永井ゴールイン、2着5番の高橋ゴールイン、3着2番池田ゴールイン、6着条件の勝負がけ、6コースが6号艇の原香織、最終体系は3対3と分かれます。内から1番2番3番4番5番6番の体系です。スタートしました。コースタートを決めたのは3コース5コース3号艇5号艇、トップスタートはアウト5号艇の笠野ですが、1番は陰線から1号艇が先頭を取ろうと横西金谷、2号艇が指してくる、伏見瞳、先に回った1号艇の横西がなんとか踏ん張るか、2号艇の鷲見が内側から迫ってくる警戒力の足、なおスタートは正常でした。2マークへと入る2号艇の鷲見が先乗りか、1号艇の横西ちょっとここは行き場がないか、その内を救ってくるが3号艇ホーム設置へ帰りまして、先頭は2号艇の鷲見瞳、2番手追走は3号艇の日程守備勝負がけ、先頭は2号艇の鷲見瞳、2番手追走は3号艇の日程守備、その内をついて1号艇交戦会からは横西が先手、外回3号艇これは大きく流れてしまう、内を運ぶ1号艇の横西がここで逆転成功、2番手追走が1号艇の横西かなえ、そして3番手に3号艇の日程守備、上位に体系は2番1番3番213でまもなくゴールインです。先頭2番の隅ゴールイン、2着1番横西ゴールイン、3着3番新田ゴールイン、4番松村、一方角に構えたらは4号艇、4角線は滅法得意です、三浦恵里、内から1番2番3番4番5番6番の体系、スタートしました。コースタートを決めたらインコース1号艇運の先頭勢3号艇4号艇1番この攻防、インコース1号艇が先頭を取るか、運のゆかり2号艇刺してくる、3号艇がまくって香川、その内を取り込んだ、バッツ設置、先頭は1号艇インからしっかり踏ん張って運のゆかり、2番手追走は2号艇の松本、3番手には3号艇香川、4番手以降4号艇6号艇5号艇が続きます。なおスタートは前提正常でした。2番先頭で回る1号艇の運の、2番手の水は2号艇3号艇、内を2号艇の松本ですが、相当から3号艇が迫ってくる香川元子、2号艇が先に行く3号艇香川がその内を狙ってバッツ設置入りますが、2号艇の内を刺した3号艇香川しかし一歩及びません。先頭は1号艇の運の、今日は連勝と勢いづいて明日の準優進出となります。2番手追走2号艇松本で、3番手に3号艇香川、まもなくゴールインです。先頭1番運のゴールイン、2着2番松本ゴールイン、3着3番香川ゴールインと分かれました。12レース予選特選、内から1番2番3番4番5番6番の体型です。スタート3秒前2秒1秒スタートしました。6戦車あまり差のないスタートになりました。1マークの攻防、横一線ならば1号艇の山川が土管上か、2号艇の岸恵子差し込んでくる、まくるのは3号艇の鎌倉涼、打ちついて2番手外から迫るのは3号艇の鎌倉、3番手には4号艇が池田、4番手以降6号艇5号艇2号艇が続きます。なおスタートは正常でした。2番は先頭で回る1号艇の山川美幸、2番手その内を3号艇の鎌倉が差し込んできますがちょっと届きません。先頭は1号艇の山川、怒涛の快進撃で明日の準優進出なりそう。先頭1号艇山川、2番手追走は3号艇勝負掛け成功か鎌倉、3番手は4号艇の池田がなんとかしのぎそう。先頭1番の山川ゴリン、2着3番鎌倉ゴリン、3着4番の池田ゴリン、